これをスーアンコとかもリャンペイコとか言ってる人はもうね、縁側でもお茶でもすすってる、これもう赤が2枚入ってなくてもローマンかスーアンっていうのに不安ががっかりするな。グミチョウみたいな打ち方するとリャンペイコいかねえんだとかみんな一瞬で思いますよ。僕の麻雀教室の生徒がもうチワチって言ったらもう引っ張ってきますよ。お前は今まで何を教えてたんだって僕の教室の生徒が6万切ったら呼び出しですね。もう僕が立たしておきます。お前はいつから公立の方に行っちゃったんだ。僕じゃあ私立なんだぞ。公立行っちゃダメ。私立の方に帰ってこいって。やばすぎ。